長手アレス・マーフィー。1試合平均は 17.4、 リーグ6位、そしてリバウンドでは1試合平均 10.0 ということで、これはリーグ3位のスコアです。このミドルシュート得意としています、ケニー・ローソン、ディープスリー、こぼれ球、37番の河野誠司が反応して、中島のスリーどうでしょうか。決まりました。カーベ、まだボールがよく動く。ウィリアムズ、ロールターンからケニー・ローソン、ショットクロックギリギリで決めていきました。ショットクロックは残り10秒。オシバンへこの連携プレー、今日は水野とオシバンの連携プレーが光ります。第1クォーター、対応はエリック・マーフィー。さあ今度は弟のアレックス・マーフィーがボールを拾って、早い展開でのシュート、これを決めていきました。積極的な選手ローテーションを見せているという両チーム。トモリのディープスリー、決まりました。橋本からウォッシュバーン、トップオブザキーからのツーポイント、今日はウォッシュバーンのタッチがよく合っています。山形としてはアウトサイドからのシュートとインサイドの攻撃がうまく歯車が噛み合っていくかどうかというこの第2クォーターの後半。ここはケニー・ローソン、徐々にタッチが合ってきました。さあ河野誠司からインサイド、ケニー・ローソン、水野が自分で行くか、ボッシュバーンへ渡した、ダンクシュート。どう攻めていくか、9番のカンバラです。この選手もスリー得意としています。カンバラから水野、中にアレックス・マーフィーが入っていた、バスケットカウント、ビッグプレーが出ました。早い展開は山形です。サーラが上がっていって、ハイローの形、31番のウィリアムズが決めていきました。ディック・マーフィーはこれが今日は実は1本目のスリーポイントなんですね。あとスキル、ターンオーバー、山形、ここは福島が立て続けに得点を奪いました。さあ中島、ここはあえて下がってスリーポイント、しっかりと決めてきました。あっとここはスティール、福島、ここはエリック・マーフィーが入っていきました。83対69、そして第4クォーター、最後のディープスリー、これは落ちました。そしてここで試合終了のブザーが鳴りました。